徳川家康が戦国時代、水不足の地域を助けるために富士宮に引いた水路、北山用水を使った水力発電施設がリニューアルされ、昨日お披露目されました。それでは、どうぞ。東京発電が管理するこの施設は、戦国時代、水不足に悩まされた住民などの願いを受けて、徳川家康が作った用水路、北山用水の流れを活用した小水力発電施設です。この発電所は2019年9月に作られましたが、今回地域に開かれた施設としてリニューアルされお披露目されました。観光ですとか環境教育の場、それから災害時には防災拠点となるように我々取り組んでまいる所存でございます。今回のリニューアルでは、北山用水の成り立ちや水力発電の仕組みについて学ぶことができるパネルや、観光客や地元住民の休憩スペースとしてテーブルやベンチが設けられています。事前に予約をすれば発電機などの設備を間近で見学することもできるということです。